自分が落ち込みやすいなとか、すごくね、自分が悩み癖があるなっていう人は今日の授業すごく役立つと思います。今日の授業はね、僕らが何かの出来事、例えば何か誰かに嫌なことを言われた、ね、失礼なことを言われた、ね、まあ、ところがここ問題なんですよね。失礼なこと、失礼って僕らがそこにレッテルを貼っちゃってるわけで、実際は言葉ってのは、音の信号なんですよね、でもう文章に書ければ一つの単体文字が並んでて、それが一つのワードとなって言葉になってくるわけですけど、まあ問題は失礼って僕らはね言ってる時に、いやいや私あれ気にならなかったよっていう人もいるし、あれ舐めてるよね、バカにしてない、私すっごいバカにされたような気がしたっていう人もいますよね。さあ今日のテーマなんですけども、僕らはね、その出来事が何か、その言われたワードとか言われた何か起こった事実が皆さんを苦しめるのかっていうことです。はい、今日はそこをね考えていこうと思うんですね。例えば毒親とかいう言葉がありますね。あんまり僕は好きな言葉じゃないですけど、毒親とかパワハラの上司とかね、それとかね、超嫌いなね、もうね、友達とか、そういういろんな僕らは言葉があります。で、そういう人たちに対して何かこうあった時に、今までの心理学は出来事、例えば出来事が感情を作るんだと。例えば、アル中の親にね、アルコール依存症の親に DV を受ける。そうすると今までの心理学は大人になって心の傷、トラウマになりますよというのが実は、今までの、まあ、古典心理学っていうやつなんですね。もう A イコールアンイベント、イベントが何か、アフェアスとかアクティベーティングイベント、何かの出来事があると、僕らコンスケンスって結果、感情というのを持ちますよと。だから出来事が感情です。だからあんなことを言われたから私怒ってるのとか、こんなことあったから、雨が降ったから最悪なのとか、僕ら日常の言葉をちょっとね一回こう考えてみたいと思うんですね。今日花粉の飛んでるからもう超嫌とかね、今日もうね乗ろうと思ったらタクシーピャッと言われてもう超不愉快とか、僕らはその出来事、電車が行っちゃったとか花粉が飛んでるとか雨が降ってるとか、そういう出来事が今の感情を作ってる。まあそういう意味では A イコール C だと。だからアル中の親に育てられると、子供の時にね、アル中の親に育てられると、これは心の傷になってトラウマになりますよっていうのが古典心理学、まあ従来の心理学ですよね。そういうのが ADHD で発達障害なんですね。だからもう子供が発達障害で、それは大人になってからきっと不幸になるに違いないと親御さん悩んでらっしゃる。でもね、あの和歌山が産んだね、南方熊楠っていう人は、ね、8歳ぐらいまで喋れなかったって言いますかね。その人が世界の中でいろんな菌を見出して、そしていろんなね、もうなって言いますかね、大発見をして、その人がね、あの時代、まあ言えば ADHD、 まあ正直言うと僕もですね、明らかに言うと心理的に言うともうほとんど病気の世界ですね。もう本当に演劇性多弁性障害で、全て演劇にしていらんこと喋ってしまうと、ね、もし考えようと思う前に口が動いてると、そして全部演劇にしてしまうと、ね、だからそういう意味では僕ね、インディアのところで生活してた時にネイティブアメリカの人たちね、例えば、こう LGBT みたいな同性愛とか、同性にしか興味がないとか、ね、男の人なのに女の子っぽいとか、女の人なのに、男性になりたがるとかね、そういう人って僕らマイノリティって言って、ちょっと少数派でちょっと変わった、人たちだなってこうちょっとこう敬遠する傾向があるじゃないですか。でもね、インディアの人たちは面白いですね。男性なのに女性の感覚が分かるし、女性なのに男性の感覚が分かるっていうね、2つのスピリチュアルなパワーを持ってるっていうね、逆に特別扱いされたりするんですね。で、統合失調で、今
今なんか光信が宇宙から来たような気がしますみたいな、こういうのあると僕らは、あ、統合失調だなって、まあ、病院に入れますよね。入れられちゃったりします。でもね、インディアの人たちは、わ、突然神と会話ができる能力を持ってるっていう。だからね、まあ大体精神医学の世界で100人に1人は統合失調、要するに昔でいう分裂病っていうのは大体統計的に出てくる。で、それを精神病院に入れたり、置いた人たちは老人ホームに入れたり、子供たちは学校に入れたりっていうね、こうある種こうこの人カテゴライズっていうか、こうカテゴリーに分けるのすごい好きじゃないですか、この現代社会は。でもね、インディアの人たちっていうのは本当に高齢者で年取っていくのは一つのプロセスだから、そしてだんだんこうね、こう神の言葉が聞こえてくる。要するに突然ね、子供に戻ったり、突然今喋ってることを忘れたりするのは、逆に言えばスピリチュアル的な能力があるってインディアンの人たちは言って、すごいね、大事にされるんですね。だから今日はあの人を誰が家まで送り届けるんだ、神の人とかね、だからね、なんていうかな、村自体で統合失調も LGBT も、要するにまあ言えばある種ちょっと普通じゃないっていうね、多動児とかね、でも多動児 ADHD で考えると、スティーブン・ジョブズ、アップル王国を作ったスティーブン・ジョブズも実は多動児だったっていうのが分かってますし、ね、あのトム・クルーズも、ね、ADHD だって言われてますよね。だからその演劇に関してはすごい集中力があるんだけど、他の関しては全然興味ない。僕もそうですね、心理学に対して全然集中力あるんですけど、経済とか株とか全然興味がないとかね、もう何聞いたって頭入んないとかね、バカじゃないこの人って説明されても分かんないっすみたいな。だからそういう意味ではある特殊な部分、それをこの人は特別だとか、この普通っていうのは好きですよね、普通。だから普通から病人は普通じゃない、ちょっと突然なんか更新が入る人は普通じゃない、もう女の人なのに男の人が好きなのは普通じゃない、男なのにもう男の人しか好きじゃないっていう人は普通じゃないって、こうね、なんか普通っていう、なんかみんな一生懸命子供作んなきゃいけない、これが普通だからとか、結婚しないといけない、これが普通だからとか、なんか会社に入って安定した生活をしないといけない、これが普通だからとか、もうなんかね、もうある種普通じゃない人たちはもう異常っていう。だからなんか日本ってすごくね、不安な社会ですよね、文明っていうのは。だからインディアンドで生活してるとね、面白いのは、あの隣の僕がこうね、ワークで泣き出したら、隣のね奥さんに抱きしめられたんですよ、おいでって言って、これ隣の奥さんに胸のところポッてやられたら、これまずいっすよねっていう、僕は思っちゃうんですよ、古いんじゃないですかみたいな。でもインディアの人たちは、今この人が寂しい時にそれを抱きしめられることがなぜ問題なのっていうわけですよ。いやでも一応僕らの文化ではやっぱりあの全然違う人、女の人がむぎゅっとか抱きしめるのはちょっとやっぱりよろしくないっていうような、へえ悲しい文化よねって言われてますね。そうか、だからあの男の人でも怖いとか辛いって言ってもいいんです。でもインディアの人ってすごい強いんですよ、本当に。あのアメリカが入ってきた時に、村人とか子供たちを逃げて、自分が木にね、あのロープを結んで自分は逃げられないようにして、自分が食い止めるっていう、それぐらい強いソルジャー、戦士なんですよね、ところが怖いって言っていいって言うんですよ、怖いよって。そうで怖いよって言ったら、その横にいる人が、余裕ある人が大丈夫よって言ってくれる。だから男だからとか女だからって欲集まないんですね。いや女の人がそんな仕事に向きになったらダメじゃないですかとか、もうちょっと女の人だからちょっと控えた方がとか、あるじゃない、ある種のなんか同調圧力。でもね、インディアの一言で生活した時に、まあ今のインディアンじゃないですよ、過去のインディアンの人たちとか長老たちの話を聞くと、すごいなと。そういう意味では、あ、やっぱ僕インディアンのところで年取りたいなって。年取ったら取ったで、ね、別にそれが普通であるし、
ね、ボケたってそれは普通であるし、体が不自由になって病んでいくのはとってもそれは普通なことだし、ね、神と交信してちょっと地方入ってきてわけのわからんこと言い出してもそれもとっても普通なこと、とっても普通なことととっても異常なことって分けられる、うん、だからそう考えるとね、例えば子供の時にね暴走族やったり飛行走った子が意外と大人になったらね、親に迷惑かけたからって言っていい子になったり、そう考えるとどうでしょう、例えば子供の時やんちゃしたからその子はもうとってもアウトローの危険な人物にしかならないでしょうか。 ADHD だから真っ暗な人生がスティーブン・ジョブズや、ね、トム・クルーズに待ってたんでしょうか。今回の映像いかがだったでしょうか。楽しんでいただければ何よりです。インディアの話結構面白かったでしょう。なぜあのインディアの話を出したかっていうと、今僕らはバリエーションが必要だなと思うんです。なんかみんな一生懸命頑張ってらっしゃいます。8割減に減らすために頑張って頑張って頑張って、でもねインディアの人たちはいろんな人たちがいていいんだと。 LGBT みたいに愛の形があってもいいし、病んでいく人たちもこれも普通だし、もしくは戦士であっても怖い時に怖いっていう安心感のある社会、泣きたい時に突然涙を流しても誰も無視されない、大丈夫だよ僕だけはそばにいるねって言ってくれる、そういう穏やかな社会、そういうものって日本にもあったんですよね。神道、日本はその当時たくさんの神様がいました。ヤオロス8ミリオン神様がいるんですから、相当神様がいるわけですよね。真面目な神様もいれば、ずっとお酒ばっかり飲んでヘラヘラしてる神様もいる、中には女性のお尻ばっかり追っかける大丈夫なあの神様っていう人もいるのかもしれません。一生懸命頑張れば頑張るほど、頑張ってる人もなんか自分が走り続けないといけない、息が抜けないと思ってしまいますよね。そうするとどっかで苦しくなってしまいます。中には頑張る人たちを見て、俺はもうどうせダメだからってもう完全に開き直ってもう自分の人生を投げ出す人もいるのかもしれません。だから日本はどんな状況でも神様がそういう人たちばっかりだから、そういう人たちも助けてくれる、そういうのが安心できる社会なのかもしれないですよね。日本が今コロナの問題で一生懸命大変な中ね、パチンコをしてる人がいたり、他の地域に行ってサーフィンをしてる人がいる、そういうのを見ると皆さんはやっぱりイライラッとするのかもしれません。でも考えによるとね、戦争時代って自由がなくて、僕たちは日本国民一丸となって戦うんだって言って全くバリエーションを排して一生懸命一つになって国民が頑張った時代があったんです、あの戦争の時。そう考えるとこうやってお上がね、もうちょっと規制をしてほしいって言っても、ああやってお店を開いたり自由にする人たちがいる、もちろんイライラする気持ちはよくわかるんですが、角度を変えるとそれだけお上が窮地ぐらいぐらい平和な自由な社会でもあるという側面もあるわけですよね。皆さんすごく頑張ってる分だけ、逆に言えばみんながイライラしてる、そうなった時にちょっとあんな人もいいんだなと思ってちょっと力を抜いても、うん、そういう弱い自分を出しても許してもらえるような、そういう寛大な社会、そういったものをちょっと考えるいいきっかけにしてもらえればと思って、今回は、ある講座の中でちょこっと雑談でお話したインディアの話を出しました。また、皆さんね、心理学はその都度その都度いろんな角度で物事をギーッと考えるよりも心ってコロコロ動くから心なんですよね。ですからちょっと自由に最近ちょっとイライラしてるなと思ったら遊びに来てください。ここに場所を設定してます、ここね、また皆さんとお会いできるのを楽しみにしてます。ちょっと力を抜きましょうね、うん、誰が悪いんじゃないですよ。問題はコロナであって、僕たちが対立したりイライラしたりすると僕たちの心がコロナ以上にささくれ立っちゃいます。またお待ちしてますね。さよなら。